皆さん、こんにちは。2024年10月16日、エンターテインメント業界に大きな転換点となる発表がありました。NHK が定例会長会見を行い、スタートエンターテインメント所属タレントの新規起用再開を正式に発表したのです。この決定は、芸能界全体に大きな影響を与えることが予想されています。これは昨年9月、旧ジャニーズ事務所が創業者、ジャニー喜多川氏の性加害問題を認めて以降、所属タレントの新規出演依頼を行わないという厳格な方針を貫いてきた NHK がついにその姿勢を変更したことを意味します。同時期、民放各局が所属タレントの起用を継続あるいは再開していく中で、公共放送として毅然とした態度を示してきた NHK だけに、業界内からはついにようやくという声が多く聞かれました。この動きは、特に年末の紅白歌合戦への影響が注目されています。昨年は44年ぶりにジャニーズ事務所のタレント出演がゼロとなった紅白でしたが、今回の方針転換により、スタート社所属タレントの出場が現実味を帯びてきました。しかし、予想に反して、ファンの間では必ずしも歓迎ムードとは言えない状況が広がっているのです。これは、昨年の紅白不在時に各グループが独自の配信ライブを成功させた実績が大きく影響していると見られています。そうした中、人気グループスノーマンが新たな課題に直面することとなりました。2024年10月30日に発売が予定されている4作目のアルバム RAYS のプロモーション動画が思わぬ国際問題に発展したのです。16日にスノーマンの YouTube チャンネルで公開された同作品のプロモーション動画には、旧日本軍の軍人名が刻まれた日本刀が映し出されるシーンがありました。これに対し中国のネット上で批判の声が巻き起こり、事態を重く見た運営側は即座に動画の公開を停止。所属レーベルのメントレコーディングは公式サイト上で、ご覧になる方への配慮と我々の認識が不十分であったため、映像内に収録されたまま公開されることとなりましたと説明し、さらにスノーマンメンバー、そして何よりご不快な思いをされた皆様に対しレーベルとして深く謝罪するとともに深く反省しておりますと謝罪を行いました。この影響は即座に波及し、同日予定されていたメンバーのラウールさん、向井浩二さん、佐久間大介さんが出演予定だったオンラインイベントも中止となりました。グループとしては意図せぬ形での騒動となりましたが、国際的な感性の違いを改めて認識させられる出来事となりました。そして今、スノーマンは別の重要な岐路に立たされています。それは、2ヶ月余り後に控える第75回 NHK 紅白歌合戦への出場問題です。この問題は、単なる一つの番組への出演是非を超えて、グループの今後の方向性を左右する重要な選択となっています。業界関係者によると、NHK は昨年の紅白で記録した過去最低視聴率からの回復を目指し、今年の出場アーティスト選定に特に力を入れているとのこと。スタート社で絶大な人気を誇るスノーマン、別事務所ですが同じく大人気のナンバーアイ。この2グループには、是が非でも出演してもらいたいという思いが強く、すでに水面下で交渉が進んでいると、あるレコード会社関係者は語ります。実際、NHK は昨年の紅白で第1部、第2部ともに過去最低の視聴率を記録。この結果を重く受け止め、今年は大幅な演出の見直しと、話題性のある出演者の確保に注力しているといいます。特に10代、20代の若年層の視聴率低下が顕著なため、スノーマンのような若い世代に強い影響力を持つグループの起用は、局にとって重要な戦略の一つとなっています。特筆すべきは、スタート社の新しい運営形態です。タレントとのエージェント契約を基本とする同社では、旧ジャニーズ事務所時代のように事務所主導で、紅白、出場を決定するのではなく、タレントの意向が最優先されることになります。これは、芸能界では画期的な方針転換と言えるでしょう。そして今、スノーマンのメンバー間で、紅白、出場をめぐる建設的な議論が行われているといいます。これは対立や亀裂といった深刻なものではなく、
出場に対する考え方の違いによるものです。メンバーは9人いるため、意見の相違があるのは自然なことと言えるでしょう。出場派のメンバーたちは熱心なオファーをいただいている上、紅白は特別な番組、ファン以外にも楽曲を届けられる貴重な機会と考えているようです。確かに紅白という大舞台で演奏することはグループの認知度向上や新規ファン獲得の絶好のチャンスとなります。また NHK との関係修復という観点からも重要な一歩となる可能性があります。一方、不出場派は昨年の生配信ライブが大成功を収めた実績がある、今年もグループ独自の配信の方がファンにとって価値があると主張しているとのこと。この意見にも説得力があります。昨年のスノーマン大晦日生配信は最大同時接続数133万超えを記録し、日本歴代1位を更新。わずか数分の紅白出演と比べ、約2時間にわたって全曲スノーマンの楽曲で構成された配信の方がファンにとっては満足度が高かったことは否めません。目黒蓮さんは昨年11月、インスタグラムのストーリーズで、9人とみんなで最高の大晦日にしようね、絶対後悔させないよ俺らを正解にすると投稿し、これが紅白への決別宣言とも受け取られていました。この投稿は当時ファンの間で大きな反響を呼び、グループの決断を支持する声が多く寄せられたといいます。関係者によれば、スタート者からの紅白出場は2組程度、スノーマンが出場する場合、ストーンズかなにわ男子のどちらかが加わる可能性が高いとのこと。これは大きな変化です。かつての旧ジャニーズ時代のような5、6組の出演は望めず、優先的な枠も消滅したとみられています。ファンの反応も注目に値します。 SNS 上では、スノが紅白、いやいや年越し配信に専念してほしい、去年みたいな配信の方がうんといい、3分の紅白出演より2時間の配信が絶対いい、紅白出演よりもカウントダウン配信がいい、でもメンバーが出たいなら反対はしないといった声が多数を占めています。特に昨年の配信ライブを経験したファンからは、グループとの一体感を重視する意見が多く見られます。 NHK の対応に対しても、タレント自身の不祥事でもないのに次々と番組を終了され、心ないコメントを見かけるたびに、正直しんどかった、昨年は厳しい扱いだったのに今度は視聴率のために頼ろうとしている、 NHK 側から切っておいて視聴率が振るわなかったから旧ジャニに頼っているような都合のいい使い方に感じるといった厳しい意見も聞かれます。この背景には、昨年の NHK の対応に対する根強い不信感があるとされています。今後11月中旬頃には紅白出場アーティストが発表される見込みですが、それまでの約2週間でスノーマンは重要な決断を迫られることになります。メンバーがファンの声を重視して判断を下すのか、それとも今後を見据えて NHK との関係構築を優先するのか、この選択はグループの今後の方向性を占う重要な転換点となりそうです。なお、NHK の山名博夫メディア総局長は、スタート者タレントの紅白出場に関して、今年の活躍、世論の支持、企画演出をもとに検討するので、制作現場の中で仮に訴状に上がった時に検討することになるとコメントしています。この発言からも局側の慎重な姿勢が垣間見えます。いかがだったでしょうか。今回はNHK の方針転換とスノーマンの動向について最新情報を交えながらお伝えしてきました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。